みな、えー、さんこんにちはレクセン2講師弁理士の能富です、えー、今日は論文プラチナ21デイズ s 知識習得編の、えー、紹介をですねさせていただきたいと思います、えー、論文対策のこのゴールドウェーブシリーズとしてすで、えー、にですね論文プラチナ31書き方編の方ですね、えー、もうあの皆さんにですねご利用いただいているかと思います で論文のまず準備として必要なのはまあ、書き方をですねもちろん論文として学ぶと同時に、えー、書くためには知識をですね準備しておかなければいけないということが言えるかと思いますでその、えー、知識面の準備ということでまあ、今回発売に至ったのが、えー、知識習得編の論文プラチナ21シリーズということになります でえー、と知識はですね、まあ、あの担当試験を合格された方だけが論文試験に進めるわけですから、えー、基本的には、まあ、その担当知識で、えー、持ってですね論文を書くということをあの、まあ、主とするということは言えるかと思うんですね。ただやっぱりその担当試験ではそのマークシートですから、えー、問いきれない部分というものが まあ一番一般的なのは趣旨ですあと判例に関してもその理由付けだったりとか、まあ、その争点だったりとかね何が問題になってるかとかそういうところをまあ聞くという意味においてはやっぱり担当試験試験の,です、ね、その形式的なあの問題上ですね、えー、問うことができない。ですから 担当知,知識だけでその,、まあ、その賄える部分というのは、まあ、論文知識全体の78割ぐらい70%から80%ぐらいはそれで賄えるというふうに私は考えているんですけどもあとの2セ3 0の部分をやはりその論文プロパンの知識として別途論文の勉強で備えなければいけないというふうに考えています。でそここを、まあ、いわゆるののプラチナ21の方で、 扱ううとということなんですねで、えー、担当知識の部分っていうのはまあいわばそうですね条文を蓄状的に勉強していき、まあ、例えばその補正の問題が出るとしてで補正の、まあ、違反があった補正要件の違反があった時に例えばであの最初の拒絶流通値前だったり最初の拒絶流通値後でも最後には行ってないケースだと。 拒絶理由として扱いますよねで最後の拒絶理由通知においてした補正が補正要件に違反してたら、まあ、例えば却下になって、まあ、拒絶査定になると。 で補正却下の条文は17条の2ではなくて53条ですから、まあ、17条の2だけを勉強してるんじゃなくてその53条につながるいわゆる点と線という意味ですねだから点が例えば築城的なものであれば線というのはそれに関連する条文をこう線で紐付けるという意味では線の部分までがいわゆるその担当知識として備えられる、まあ、いわゆる限界なわけなんですね。 でそこに今度はその趣旨だったりとか、うんまあ、例えば解釈がこう含まれるようなものだったりとかそういうものも含めて今度は面にしていくっていう作業ですね。でそれは担当の勉強ではやっぱりあのできない部分になりますので、えー、その、えー、点から線にまあ担当試験をね勉強されてる方が十分に点から線までを準備していたと ことがですね今度は面にすするる必要がある部分ですねそれをこの「プラチナ21」の方で扱いたいというのがこの講座の趣旨ということになります。で、えー、まあ確かにねその点や線の部分だけで賄えるものもテーマによってはあるんですよ。で例えばねこの、えー「プラチナ21」のテ テキストって2つあるんですけど、1つは基本レジュメ集です。えっとチラシでいうところのノート未講師オリジナルレジュメと書かれているものがいわ。ゆる基本レジュメ集です。で、判例集をまた別冊にしてあって、あの要はその教材としては2冊ですね。あの2種類のものを使っていくんですけども、この基本レジュメと言われるものはちょっと見本見せするとはこういうものかっていう風うにわかると思うんですが。 例えばですね今手元に特許法のものでこういうものがあります国内優先権というテーマがあってでこの基本レジュメは必ず定義趣旨から始まってでまあ要件ですよね。で最後に効果ですね効果。まあ、あの優先権の場合なので取り下げもあるので効果の一つなんですけども。 取り下げて、まあ、いわゆるあの自ら取り下げる場合と取り下げ規制になる場合との、まあ、両方を取り下げというんですけど、まあ、優先権の場合はあの、まあ、主には取り下げ規制ですねそれが効果としてあの重要な部分なので、えーまあ、その両方が書かれてありますが、えー、基本レジュメのポイントは定義趣旨から始まってで最後は効果補助の取り扱い効果で終わるというふうにまとめてあります。 でこの中には紐付けられる条文です、ねまあ、41条だけではなくてもちろんその効果の部分だと42条なんかもありますしあとはあの国債が絡んだ時のやよの15のところとかですね、まあ、PCT を直接あの例えばルールの90の2.3とか、まあ、そういうちょっと関連するものも全部紐付けた上でえで、ー、見ていくというようなものがこの基本レジュメです。だからい、まあ、いわゆる面にしたものとうことですね。 でこ,のレジュメこの基本レジュメというものが実際どれくらいあ,のあるか、まあ必,要まあ、必要なものということで結構風呂敷を広く広げた時にあるかというと大体特実で100で衣装商標でそれぞれ4060で4法でだいたい200の基本レジュメがありますで。ただそのほとんど多くはですね まあ、条文から読めめることとをまとめただけ別にわざわざ面にするほどのことがない線までのものをわざわざ論文の基本レジュメとしてまとめただけというものがまあお多いんです、ねまあ、ほとんどとは言わないんですけど多いんですね。で一方で例えば職務発明だったり共同発明な,のなどのようにですね条文だけではわからないこと。 例えばその職務であれば業務務範囲とととはは職みたいなところの解釈ありますよねあれって条文には書いてないんだけどでも知らないと論文を書けない当てはめができないものなわけですよ。ですからその条文だけで見れるものと条文からだけでは到底あのインプットとして足りないものとの,あのまあ2種類がある中で条文だけで見れるものっていうのは まあ、いわば担当知識で十分なわけですからそういうものは今回21の中ではあの省いてありますですからそのマックスで言うと200の基本レジュメがある中でこれは目的としてはコンパクトに、ね、担当知識プラスアルファのところをあの扱いコンパクトにそのインプットを仕上げていくっていうことを目的としてますから。 主にはやっぱりその面にすするる必要があるものですね面というのはまあいわゆる場面ですからその場面で扱うためにあの紐づけて整理し直す必要があるもので、えー、職務とか共同発明のように序文からは読めない解釈なんかをあの書き込んだものですねそういうレジュメに関してえまあ集め でそうすれば、まあ、21日3週間分の講義で十分にいけるんじゃないかというところなんですね。ですから今回この,あの21のところではその1日1枚じゃないので <laughs> 結構1日に4枚ペース分ぐらいの,あの日もあります。ですから、まあ、実際はその、 21枚のレまあもっともっと60枚60枚台ぐらいですかね70枚台ぐらいな感じのイメージですかね。1回につきまあ多い時で4枚分ぐらいのレジュメですから、うん、ただまあ全,全,全部の回が4枚ペースではないので。 うん、まあそのちょっとケースバイケースではあるしであとその逐次判例を見ていったりとかするのでだからまあその本来でいうと基本レジュメ誌でその200枚プラス判例集一冊みたいなイメージのところを、えー、基本レジュメをまあ70枚程度ぐらいかなで、まあ、70枚あるかないかぐらいの程度だと思いますがそしてまあ判例集もあの、まあ、最低限のところですね、えー、を見て。 いくというようなあのインプット講座ということになります。で、まあこれあのチラシのところにも書いてあるんですけども、一日一時間三週間で受講完了ということなんですね。で、論文の勉強っていうのはやっぱりちょっとそのなんていうか時間がかかるイメージがやっぱりあるんだけども。 実際今これ発売してる時期を考えてもらったら分かるようにそんんななに時間かけられないんですよあの特にその担当免除でではない方ですね担当の勉強もしつつ論文の勉強もするっていう方にとってはまあ論文の勉強を担当と並行するには一日1時間ぐらいのペースで続けるっていうことがやっぱり担当をねあの 受受かかるべくくして受かってっいく論文を受かりやすいためにはやっぱり45点ぐらいで受かっていかなきゃいけないことを考えるとそんなに論文ばっかりに非常置いてられないわけですからそういう意味ではまあまあアウトプットの方も並行するということであれば。 まあ2時間ってことになりますけどそれ以上の勉強っていうのはやっぱりちょっと難しいというふうに考えますのでまあ今日はインプット次の日はアウトプットっていう感じでもいいですけどもまああの31の方も考えればまあね一1日1時間っていうペースでやっていただきたいと。でまあ3週間で受講が完了できるとすればまあそれをねできるだけやっぱり あの3回転ぐらいでで私は考えてるんですよ1回目はもうこの講座のペースに従って1日1時間で2回目はできるだけやっぱりプラチナ31でアウトプットしながら必要なインプットをしていくっていう形アウトインアウトインみたいな感じで31の方で出てきた論点で自分でまあ あちょっとここインプット弱いなと思うものをですねこの21で補強していくみたいな感じの使い方をしてもらいたい。で今度3回目はですね本当にあに直前期ですねいわゆる40日あるじゃないですか担当試験が終わって論文試験があの論文試験の日までの間の40日。でそこの間にちゃんと最後ね総復習ができる量っていうことで考えるとまあ 3週間分ですねの用意っていうのが一番理想的であり現実的なんじゃないかなと思ってるんですねだからこの21日で完成すると言ってもですね私はやっぱり論文本誌の日までに、えー、いわゆる3回転していただくっていうことがいいかなと思ってで、担当試験の日までにだからまあいわゆる2回転ですよねで、担当試験終わったら あの三回転目っていう感じでやってもらえればと思います。で、全部が全部そのウェブの解説講義までを必要とするわけではなくて、2回目3回目のところは基本レジュメ集だけでの復習でも十分だと思います。いわゆる基本レジュメ集と半例集のねツールで十分だと思います。実際私たちが受験生の時っていうのは基本レジュメ集がやっぱあってレジュメを回すっていう言い方が受験用語としてあったんですけど、回すってこうやって回すんじゃなくて。 あの読み回すっていうことなんですねでやっぱりその「良いドン」って言われるまでの間もギリギリ、ま、の時間までその基本レジュメをこうに,らにらんでですね、まあ、要は必要なものを覚えるっていうねあのもう覚えてるんだけど、まあ、それをこうふわっとしてきてるものを固めていくみたいな感じの作業も本当に直前期もう直前の直前までやっていたように直前期ですからやっぱりこう、ね、解説講義を一律に 聞くっていうことの時間まではないででしょうけどでも手元にあるその基本レジュメと判例集で十分にあのインプットが完了できるし、うん、で必要なものをぎゅっとしてますから漏れがないと思うんですねなのでそういった使い方3回転するっていうことをですねやっていただくと。でそうすればまあポイントの2に書いてあるように論文を書くための知識を効率的にインプットができるしあ,のあやふやなものをねいっぱいね知っていても論文は特に意味がないんですよ。 だって自分で書ける知識じゃないと当然点数にならないわけだからだから書くための書ける知識を効率的にインプットするってことですね。であとは必要な趣旨とか判例そして、えー、と今日今ちょうど手元にあるんですけども、えー、と一生会なんか特にですねあの改正が入りましたよね。だからそそのの例えばその 改正マターに関しても、えー、対応していくと論文を書くためにですねやっぱり必要になるので対応していくってことで例えばこの今建築のところなんかがあるんですけどもこれ建築だったりとかあと画像だったりとかねこういうちょっとその改正マターに絡むようなところですねこういったようなものもあの まあ効率的にインプットしていいいたただきたいというとうなのでまあ衣装だけではもちろんないですけどもあの衣装界ではそういうものも含めて必要な趣旨とか判例プラス、まあ、今回は令和元年の改正またはですねそういったものも効率的にインプットしていただきたいというふうに思っています。 でまあ、いろいろとあのスケジュールを載せてありますので、まあ、こういう順番でこういうことをやるんだなあっていうふうにあの考えてもらったらいいと思います。でこっちにはちょっと代表的なテーマしか書いてないのであの、まあ、ここに載ってないものもちょっと例えばそうですねこの商標の機能のところに実際は仕様とかも入ってくるんですね基本レジュメで。であと登録要件のところには。 こっちかなこっちに立体商標とかも入れてますしまあそういうちょっとあのこれだけではないんですけども、まあ、大体代表的なものは声で揃っていますのであ今,日今日というかまあ今回はこういうものをするんだなとかそういうことも含めてあの計画的にですね進めていただけるんじゃないかなというふうに思います。でえっと、最後にですね、まあ、論文のののの勉強っていうのはあの、まあまその なんていうんですかね1日1点上げていけるようなものではないわけですよ私あの担当の勉強の仕方っていうかあの今ねちょうどオフィシャルサイトにも応援企画として1日1点上げるプロジェクトを立ち上げてあの毎日毎日のその課題をねあの箇条書きで上げていますけども 1>, 1日1点上げる勉強ではないからその論文の勉強ってちょっとそののの毎毎日毎日の成果いいうのが見えにくいんですねだから本当にこれで勉強法としていいんだろうかっていうこう迷いがやっぱりこう出やすいある一定期間勉強したらぐんと10点20点上がるみたいな感じになるんで。そここまでの間にやっぱりこう しフラフラしててまって結局そのまま続けてれば10点上がったかもしれないのに途中で迷いが出たために結局全然点数が上がらないみたいなそういう何て言うかこう目に見えない怖さとか不安定さみたいなのをやっぱり論文の勉強ででは感じるんですよねでただやっぱり全体的に言えることは今準備してることはすぐには結果出ないかもしれないけどただやっぱりその。 そうですね、少なくとも1ヶ月先2ヶ月先あるいはもしかしたら3ヶ月かかるかもしれないけど3ヶ月先の答案には当然影響が出るだから今その準備をしておかなきゃいけない。で特にそのインプットの準備は分かりやすいかもしれないんですがアウトプットの準備ということであの目に見える化したのがいわゆるプラシナ31の書き方編なんですね。 だからだからだす。で毎回毎回場当たり的に構成をやってたんだいつまでたってもやっぱり論文は受からないです。うん、だけど逆にある程度計画性を持ってで事案解決型はこういうふうに解く措置問題はこういう準備をしてこういうふうに解く論述がはたこういうふうに流すみたいな感じで。 パターンは5つぐらいいしかないんですよね。私は5つに分けるんですけどもそれしかないわけだからやっぱりそ,のそれぞれの方の準備をしておけばですね構成が不安定になることはないんです毎毎回毎回バータリ的ななな構成になることはないんですねただそれがなかなかやっぱりわからないっていうところであの長くかかる人が出てくるんじゃないかなと考えてます。まあ、だからこそ,その31をねあの立ち上げたっていう経緯がまあ,あったわけなんですね。 だからその論文の勉強はそのすぐに明日のためじゃないんだけど1か月2か月3か月先の自分のために今やらなきゃいけないことっていうものがやっぱあるとでそれをやっぱ粛々とやっていくっていうことがそのね短い将来なんだけども早,いあの早く来る将来ではあるんだけどもその将来の自分のためのですね あの肥やしにななるわけなんですねだからよくあの私言うのが、ね、あの楽は苦のため、ね、苦は楽の種、ね、楽は苦の種だから今何か準備もせずに論文を書くっていうことはそれは結局将来苦になるよと。で今ちゃんと苦をしておけば将来論文書くのが楽になるよ だ,だからその,、ね、あの楽は苦の種苦は楽の種っていうふうな言い方をするんですがままさしくそうじゃなないかなと思ってますだから論文は自然に書けるようになるものではなくてやっぱり準備が必要です。という必要な準備をやっぱりやるっていうことをですねあの徹底していただければ論文はね今年の論文で、えー、突破できるんじゃないかなと思います。 まあ、ぜひですね。あの必要な方はですね。使っていただければと思いますね。はい、では、あのこれで私からの紹介は以上となります。では、皆さん、えー、頑張ってください。